兵庫県立舞子高等学校は、兵庫県神戸市垂水区学が丘にある全日制の県立高等学校である。近隣には、兵庫県立神戸商業高等学校や兵庫県立清涼高等学校がある。歴史は2013年時点で40年と浅く、比較的新しい学校である。設置学科には普通科のほかに、2002年に新設された環境防災科がある。 環境防災課は全国の高校で初めて設けられた防災学科である。毎年6月に舞妓祭りと称する文化祭が行われる。また、阪神・淡路大震災の被害に遭った学校でもあり、避難場所となった教訓を生かして災害時における非常用電源として太陽光発電システムをいち早く取り入れた。開校以来、自主性を重んじる校風である。 開校から十数年は、学区内有数の進学校であったが、周辺の兵庫県立伊川田に北高等学校や、兵庫県立神戸高塚高等学校の開校等で、新興住宅地である、西区内安間区北部、垂水区北部の生徒が利便性の高いそれらの高校に流れるようになった。環境としては、舞子高校は、垂水区北部の閑静な住宅街に位置し、 周囲は、自然や公園、広場が多い学校である。なお、停留所として、舞妓高校前があるが、位置は、当校から新した門団地を通り抜けた先になるため、上記停留所よりも遠い。また、当校の前を通る、バス路線もあるが、現在のところ登校の前に停留所はないため、多門東小学校前が、最寄りとなる。五十音順、全国唯一の防災学科。 生徒も出動宮城で、学校再開貢献。産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp。msn.com。ィジョンニュース十1 1 4 0 6配布11兆406億1911万 8n1。htm2011 年4月6日閲覧。学徒卒業式ライブ。 角出を祝福オラカンスタイル2006年3月1日、閲覧未来。2014年3月15日。ありがとうございます。